さあ司くん、このシーンで重要なのは躍動感だよ。肉体を解放するんだ。限界まで足を上げて。ああ体が裂ける。俺の肉体を持ちこたえろ。歌を教えてほしい。うん、私大きな声出すのは得意なんだけど、歌うと司君にうるさいって言われちゃうんだ。別にいいけど。本当？ありがとうね、ねロボちゃん。じゃあ歌うね。ワンダホーワンダホーワーホーホー。何その歌。ショーに集中してもらうためにも客席は修理せねばな。そうだ、この座席をショーに連動して動くようにするのはどうかな。うん、知ってる。ガガガガプシュズドドン、グワッパリーってなるやつだよね。楽しそう。いや無理でしょ。本日はありがとうございました。うん、完璧だね。素晴らしい最終リハーサルだったよ。さすがは俺。はあ。本番もすっごくすっごく楽しみだね。うん、宣伝も着ぐるみくんたちに手伝ってもらって十分できたからね。きっとお客さんもたくさん集まるはずさ。それと本当に全ての演出プランに応えてもらえるとは思わなかった。ありがとう。おかげでとても楽しかったよ。ヌイ、もう終わったかのような言い方は早いぞ。本番は練習の1000万倍のショーを見せるぞ。根拠のない数字がまた出たね。だが、そうだね。いいショーにしよう。そうとも、このステージから俺のスターへの道が始まるのだ。またスター、スターってそれ飽きないわけ。なんとでも言え、俺はこの舞台に手応えを感じているんだ。きっとスターに近づけるぞ。ルイ、ネネ、それにエム、みな、俺にはおよばんがよくついてきてくれたな。明日のショーは必ず素晴らしいショーにするぞ。別にあんたについてきた覚えはないけど、まあ明日はみんな喜んでくれるといいな。司くん。うん、私の方こそありがとう。なんだ急に真面目な顔になって。私このステージにショーを見に来てくれる人がみんなニコニコ笑顔になってくれることが夢だったの。そういえば M は最初からこのステージにこだわっていたな。司くんのおかげで明日きっと私の夢が叶うから、だからありがとう。そうか、まあ実際俺のようなスターがいなければまともにショーをやることができなかっただろうしな。また調子乗ってるし。まあいいじゃないか。じゃ今日はこれで解散かな。明日は早いしね。まあそうしよう。それでは明日またこの場所でな。バイバーイ。ペガサス王子がこう来たらこっちに行ってターンしてからセリフ。ここは私に任せてください。あとは歌って。この流れは大丈夫。でももう一回やっておこう。やあ、やっぱりまだいたんだね。何覗き見。明日は本番だからね。あまり根を詰めないように声をかけに来たんだよ。でも失敗したくないから。それは僕だって同じだよ。だから
僕も付き合おうじゃないか。うん、ありがとう。じゃあドラゴンを歌で眠らせるところ一緒に練習してもらってもいい？ちょっと心配で。ああ、もちろんだとも。完璧だね。この調子ならきっと大丈夫さ。そうかな。でもお客さんに喜んでもらえたら嬉しいな。あ、そうだね。それじゃあ明日に触るし、僕は帰ろうかな。ネネもそろそろ。あ、最後のシーンの歌はもっと緩急つけた方が。今は声をかけないでおこうか。いよいよ明日か。なんだこの気分は。妙にそわそわして落ち着かないな。まさかこの俺が緊張を。いや、というよりは楽しみなんだな、明日のショーが。天気快晴、気温安定、満員御礼。お前ら絶対に最高のショーにするぞ。うわー、お客さんいっぱい。本当だね、たくさん集まってくれて何よりだ。うん、何やらロボがおとなしいな。まさか緊張してるんじゃないだろうな。そんなわけ。いいか、客は全員最高に目立つ俺を見る。妙なロボットなど誰も注目せんから緊張するだけ損だぞ。あいつ、司くんなりの激励かな。あんなのどう見てもド天然で言ってるでしょ。じゃあみんな今日もやろう。せーの、みんな頑張ろう。ワンダホーイ、ワンダホーイ。なあ、逆に気が抜けるわ。いいか、こうだ、ワンダーランズショータイム公演スタートだ。